今年春の報奨が発表され、県内では18人が受賞の栄誉に輝きました。県内の受賞のうち、その道一筋に業務に励んだ人に贈られる大受報奨は、井戸を掘る技術者の指導や育成に取り組んだ静岡市の浅川信正さんなど5人が受賞しました。学問や芸術などで功績を残した人に贈られる私受報賞は、 アサヒカセケミカルズの元取締役兼常務執行役員で、富士市の永原はじめさんが受賞しました。公共の利益に尽くした人に贈られる乱受報奨は、21年間保護士を務める静岡市の青木則子さんなど12人が受賞しました。受賞者が集まる伝達式は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となりました。